景品に当てないようにしたんですけど、これ箱が入ってないんで、入った景品を滑らせることが可能です。というわけでここからさあどうでしょう、爪の角度もいいんで、さあ来い、さあさあどうだ、 OK 刺さった。さてこれ全くほぼほぼ同じなんでいいんじゃないかな。ただ頭の向きは逆ですね、さっきと。あ、いたいた、この3本で、あ、これこれ、さて頑張れ、あ、来た来た来た、オッケーオッケー。はい、というわけで本日も始まりましたケットチャンネルです。先ほどねちょっとねあんまり調子良くなかったんですがね、少しちょっと店内をねぐるっと回ってね、ちょっとリフレッシュさせて、そしてねいい景品が見つかったんでね、それ狙っていこうかと思います。そしてね今回狙うのはこちらですね、ドン、すみっこ暮らしのパンのティッシュの入れ物って感じでね、久しぶりにすみっこ暮らしがねで登場したということで、こちらを狙っていこうかと思います。はい、というわけでちょっと待ってくださいね、すいません。というわけでちょっと動かしていきます。というわけで先ほどね昨日の動画ではね、おそらくお皿のジョージをね攻略した形になっているんですが、今日はまだまだね何個か今店内見た、意外とね小さくあったんでね、やっていきます。はい、というかで今回もとりあえず3000円動画していきます。まあ、3つぐらいねサクッと取れたらね3000円も使わなくて済むですけど、はい、まあ、やっぱねここ最近の設定でいくとやっぱ1000円1個取れたらね上出来っていう状態になっておるんで、はい、というわけで3000円です、いきましょう。はい、 OK です、3000円。というわけでいきましょうか。これね爪の角度もあってね、シールド、まあシールド高いんですけどね、爪の角度があって可動域もそこそこありそうなんでいけるんじゃないかなと思ってます。爪の角度とかですね、うん、なのでちょっといきます。ちょっと通路ベビーカーを、はい、いきます。とりあえず可動域、あ、可動域さすがに届かないね、うん、思った以上に狭いな可動域。まあね、これねタグあるんで、タグ早速いきましょうか、うん、タグがあるんでちょっとね、ここのね側面をねだいぶこう滑らせながらねいかないといけないので、かなりきついタグ掛けになるんですが、まあ一度行ってみます。さあどうでしょう。ああ、2ミリずれた、2ミリ欲しいな。ああ、やっぱ無理か。うん、まあパワーは悪くなるんですね。でこれどうなんやろ。あ、これ箱入ってないぞ。え、これ設定ミスちゃうか、もしかしたらこの爪の角度でね、これね箱入ってないんですよ。ってなったら多分ね、これぶっ刺したらもう一発いけんちゃいますかね、わかんないですよ。ただこのね、わかります、この入り口のね周りの縁がねこう縫われてるんで、縁に引っかかっちゃうとね多分滑っていかないんで、どちらかというと直接です、直接ずっぽし狙い。さあどうだ、こういうことですね、縁に引っかかっちゃうとね失敗例です、これは。あー、どうでしょう。さすがにここでグイって引っ張ってくるほどねパワーはなさそうですね。そしてね今ね、今頭の上をひらひらとねのれんが当たっております。こんな感じです、こんな感じです。これがねこれがねエアコンですごいフリフリになってるんですよ今。でそのフリフリしたやつが頭をねかすってるんですよね、すごいやりにくいです。というわけでねちょっと気持ち中国人になりましょうか。というわけでとはいえねもちろん刺します。先ほどのね一発目の失敗でね穴が広がったんで、いけるかなこれ、いきます。さあどうでしょう、ちょっと右やったかな、いけるか。ああ、奥アームがシールドに刺さった、なんちゅう最悪や。ということはまたやっても刺さるってことなんで、うわどうしよう、めっちゃ悔しい今の、完全にいけたんですけど奥アーム刺さっちゃいましたね。うわどうしようかな、また奥アーム多分刺さるんでね、そうだったら。じゃあちょっと刺さるのを嫌なんで一旦下半身振っていきます。ちょっと形景品が全く動いてないので、でこのなぜこっちを振るかというとね、もちろんやっぱタグがあるんでね、タグを最終的に使えたらなと思います。さあどうでしょう、うわ動かん動かねえじゃん、あれ、いきます。で今回タグがどうやろう、これ、あ、そうか、これタグいきますね。先ほどね私ね箱が入ってるっていう流れでタグを狙ったんですよね。なのでね景品に当てないようにしたんですけど、これ箱が入ってないんで、入った、景品を滑らせることが可能です。というわけでここからさあどうでしょう、爪の角度もいいんで、さあ来い、さあ来い、さあ来い、うわー惜しい、戻った、おいおい戻ったで、おい戻ったで、おいマジか、戻りよったぞ、おいマジかよ。さてどうでしょう、刺せるかな、行きましょう。とりあえずこの真ん中刺してみたいですね、どういう反応が出るか。オッケー、貫通しました、貫通しました。さてどうでし
待って、ああまあさすがにその辺はあれですね、あの対策済みというかな、設定済みというか。うん、じゃあ先ほどのね、この裏返ったらね、この子ね丸見えなんですよ、ゴム。なのでその辺を今度は手前アームでさせていきます。うわ、ミスった。うん、ちょっとアームコントロールがいまいちやな。うん、さっきのタグ掛け失敗がちょっと響いてんのかな。うん、どうしようかな。もう一回いきます。もう一回手前アームをさします。で、できればねひっくり返ってほしいんですけどね。うん、ひっくり返った時にそのゴムとかね引っ掛けた。サッバ、オッケー、入った。今度はね寄せではなくね、奥アームと手左アームが関与するんでロックの形になるんで、これですね、これ。さあどうでしょう、来た。ん、なんか怪しいななんか怪しい。うまいや、ゲットです。はい、ゲットです。というわけでこれこのままね設定変えられる、変えられる前にねちょっと詰めちゃいましょう。はい、というわけでスタッフさん探します。あれ、いない。あ、おった、おったけど濃いな。 50m 先ぐらいにおるけど分かるかな。あー、見えへんよな。わかります。あ、あ、ここにおる、ここにあ、向こう行っちゃった。あ、今そこにね、あの荷物があるからスタッフさん来るかなと思って今待ってるんですけどね、来なさそうやな。来ないね。うん、いないな。じゃあまあいいか、次行きましょうか。あ、おった。あ、一瞬目があったけど、こっち来たな。あ、こっち、わかるかな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 。あ、気づかなかった。チラッと見られたけど、あ、くそ、チラッと見られたけどどっか行っちゃった。わざわざ呼びに行かなかったのめんどくさいんでね。じゃあ違うのやっていきましょう。で、見つかったらねまたあのやってきます。この設定を下げそうだね。あ、これね奥アームぶっ刺してロックで、ね、で今回今度これをね狙おうかなと思っております。この新作の、あ、さっきこっちあるかな、これ。これもねぶっ刺せそうなんですよね、どっか。あ、全然ぶっ刺せる。あ、どっちがいいかな。これねヘッドホンと手がこの子多分縫われてるんですよ。ぶっ刺し寄せていこうか。とりあえずいきますね。で、爪の角度もいいんで右アームを滑らせながらサルは、あ、やっぱそうか、丸すぎたんでね、やっぱ力がかかっちゃうと。あと何本かな、まだ2000円ぐらいありますね。まだ2000円ぐらいあります。たくさんということで、もう完全にロック側ですね。で、これ多分ね爪の角度がそこそこいいんでロックかかっちゃうと思うんですよね。で、今景品がねこっち向いてるでしょ。ということはこれ今上から押した時に当たったとしても景品がこうなる程度なんですね。なのでそのなりながらね多分刺さると思うんでね、これはいいポジションです。さあどうでしょう、左アームをロック。あー、滑ったけどかん、アームが短いぞ。あー、抜けるな。あー、ちょっと抜けちゃいましたね。あー、スタッフさんおらんかな。これちょっとこれも戻してほしいんですけど、これね、ここもいいですよね、ここね、うん、隙間、あとここの隙間もあるね。ちょっとスタッフさん探しましょう、さっき。ここちょっと、このね、隅っこ暮らしやっぱね最近はちいかわかるのにね、だいぶ襲われてたんで、隅っこ暮らしが出た時ぐらいはねちょっとバシッと狙うかと思ってます。まあ隅っこ暮らしといわゆるね、あの丸じゃないから狙ってるってところが大前提なんですけどね、という感じで。ああ、この辺はねもう、まあ、モモンガとサラペットコレクション関連がずっと残ってますね、という感じでいきましょう。さっき白クマ取ったかな、なので次トカゲいきます。あ、すいません、これトカゲお願いします。あ、すいません、これちょっと戻してもらっていいですか。というわけでトカゲ、あれトカゲはどうだ。はいはい、トカゲも一緒やね、うん、はい。いや、ちょっと今ねパッと、あ、いや別にあのたまたまタグが下にあっただけなんで、もう一回いきますね。で、さっきの狙いとしては同じです。手前アームをぶっ刺します。手前アームをぶっ刺すと、もしかしたらまたロックが、さあ来い。はい、貫通きたね。ただ今回さっきと向きが若干違うんで、ロックがかかっ、あー、でも行くね。いいね、いいね、いいね、いいね。ちゃんと刺されば全然いけますけど、これちょっと可動域届いたかな。どうしよう、まあ行きましょうか。持てる、持てたかな。あ、持てるか。
じゃあ左アームさしてもちょっとね、これ今隙間がね多分こういう斜めになってるんですよ。なので多分ね上からさしてもねこの中の側面にこう刺さっちゃうんで、とりあえず、まあ、ほぼ真ん中持ちでねちょっとハンド出していこうかと思います。さあどうでしょう。さて動くなり、うわー手前にもこんかったか。あ、じゃあ今度奥アーム刺すか。奥アームさせるかな。もう一回いきます。ちょっと待って、あのちょっとベビーが移動してきます。ここね一番端っこの台にあるとね、ちょっとここ人が通ってちょっと映っちゃうんでねというわけで今度奥アーム、先ほどと同じ状態ですね。あ、でも奥アームの爪は結構ピンピンやな。まあいいか、とりあえず刺します。 いけるかな。あ、ちょっと出た。いきます、奥アームで。さて入っていけ。うわーっとずれてた。あー、くそー、ずれなってましたね今。もう一回いきましょう。というわけで奥アームがちょっとね、やっぱねアームのねじりがちょっと読めてない。ねこれでいけるかな。これいけば、いこう。奥アーム、さあどうだ。 OK 入った。貫通貫通で、これ手前アームと左アームはね関与しそうなんでいいんじゃないかな。来た来た来た、関与したよ。でここからさあどういった反応。これうわうんうんどうしよう。これ平行移動でもいいんですけど、タグでそのまま引っ掛けちゃうのもありなんですよね。平行移動してもらって多分こうなるじゃないですか。そうなった時に多分ゴムか隙間にぶっ刺しってなってくると多分弱いんですよね。ってなってくると平行移動しない状態、今ここにタグがあるんで、そのタグを狙うっていうのも一つ手なんですけどね。多分タグをねかけると頭がここのシールドに引っかかってるんで、こう頭を、まあ、頭でここをね支点にこういう感じででゲットまで来れればいいんですけど、失敗するとこの上がり方がね、言ったらこうあるのはここまでしか上がらないですよね。でトンポテンって倒れるパターンなんですよね。まあでもタグ行きましょうか。タグかけおじさんなんでね、タグかけおじさんはやっぱタグ見ちゃうとねやっぱ行っちゃいますよね。というわけでいきましょう。よし、さてどうだ。入ってるけど怪しいな。入ってるけどね周りのパンが邪魔してるかも。うわーっと、やっぱさて今ね入ってたんですけどね、パンの中に入ってしまった。うわーやっちゃったな。うわー惜しいね、うん、というわけでどうしようかな。まあとりあえずもう真ん中持ちですね、3本で、うん、あの肩ね、下半身を支点にこう寄せるとか多分振るとかいうのはできないんで、まあ、とりあえずほぼ真ん中持ちですね。真ん中持ちで反応が出てくるって感じで。おっと、なんだこれ。ちょっとなんかね、職位置からのが良さそうだよね。どこかな。ちょっと節約のためにもう一回だけしてみましょうか。結局ね、職位置からぶっ刺して6かかればそれで簡単ゲットなんでね、それがやっぱね。で一応これ狙いとしてはね、景品を滑らせながら一応下のゴムに狙ってます。下のゴム、いけ、いかんかった全然いかねえや、ミスりました。さあどうでしょう。おおお、どうだこれは。もう一回行きましょうか。どうしよう、奥アームでは違うな。まあ左アームか。でも左アームになると奥のゴムかけれないですよね。ここになっちゃうんで、まあいっか、行きましょう。というわけで下のゴムをかけていきましょう。下のゴムを左アームで滑らせながら下のゴムに入って、でこれをゴムの下にアームが閉じてくれればいいんやけど、さっこい、あ、そうかよな、やっぱそうなるなそうなるよね、うん、やばい、ちょっと地味に狙う、吸われていってるね。あと1000円ぐらいですね。確かに、あとね景品がね、このシールドペタペタなんでね、こう振るっていうのができないんでね、やっぱこれはあの、なんですかね、あの初期位置が一番いいですね、うん、というわけでちょっとよくわからんけど、僕はもうゴムに引っ掛けてみます。多分これは手前に景品が来て終わると思いますけどね。とりあえずさあどうでしょう。多分手前に引っ張ってきて終わるんでいいと思うんですが、さあどうだ、手前にも引っ張らんかうっそや、初期位置の方がいいな。そうですね、やっぱ一本じゃやっぱ厳しそうなんで、ちょっと一旦戻してもらいましょうか。まあその前にこっちやりましょうかね。あー、ちょっと気持ち悪いな。でこれも先ほどやったようにね、多分こっちを刺すとね、あのアームのパワーが力がかかりすぎるんで、景品がねこうクニュッとなっちゃうんで、もう一回こっちね左アームでそのままいきます。
でなるべく直接ですね、アームにこの景品を滑らせないようになるべく直でいきます。なるべく直レベルで、さあ来い、来た直、あ、いいんじゃない、ちょっと入ったよ奥に、あー抜けるかこれは、うん、おっとなんだこれ、おっとなんだこれ、可動域タグいけるな、はい、なんか今ちょっと確率っぽいようなパワーが出てきましたね。ああ全然確率タグ届かんやん、うわやってもうた、タグが届かねえ、全然可動域なかった、あいやどうやろう、無理かな、あー無理やな、ちょっと手前に出したいね、このままね、ちょっとむちゃくちゃやります、奥アームで景品をグニュッと押してでつまみ寄せてみます。多分無理やろな、さすがに、お生きた、おいい感じにタグ来たよ、確率どうやろパワー、あーな一応なさそうですね、はあはあ、どうしましょう、これタグねちょっとね難しいけど、まあいこうか、形としてはねこれねラベルの方がいいですね、タグのが難しそう、まあストップボタン見ます、あーそうなんですね、今タグがねちょうどこのこういう向きなんですね、こういう向き、こうかな、なのでねアームが閉じる時はこう閉じてるんですよね今ね、真横向いてるんでっていう感じで、ちょっと今やっちゃっております、はい、じゃあ今度は真ん中つかみで奥アームのこの頭のヘッドホンいきましょうか、奥アームでね、奥アームでこのヘッドホンの隙間いきましょう、言ったらぶっ刺しながらね、そして景品が動くのアーム本体でロックかける、あれあ一応刺さってんな、一応奥アーム刺さってます、一応奥アーム刺さってるけどさあどうだちょっとなんで向こう行くの、もうめんどくさいな、あーどうしようかな、スタッフさんがいないからちょっと呼ぶのがめんどくさいけど、どうしよう来てくれかな、ちょっとね今狙ってる景品2個ともねぶっ飛んだんでね、あと何本やろ、あとね800円ぐらいしかないんで、やっぱもうワンベッドシーンぐらいお見せしたいんでね、2,4,6,7,700円なんでね、ちょっと待ってください、やっぱあの戻してもらいます、どっちも戻してもらいますね、はい、さあこれも一応このタグを狙った、じゃあこれ数えがないんや、というわけでちょっと待って、スタッフさんが欲しい、スタッフさん呼びます、あーくそー、ちょっとね惜しいねシーンが何度もお見せできたんでね、悪くはないような気がするけど、やっぱゲットシーンねお届けしたいんでね、ちょっとスタッフさん探します、あおった、すいません、すいません、すいません、やっぱね私の声は滑舌が悪いみたいにちょっと聞こえないですねまあまあいいです、すいません、これちょっと初期位置戻してもらっていいですか、初期位置、はい、手前でもいいですけど、あーいや初期位置で大丈夫です、はい、すいません、ありがとうございます、あとすいません、こっちもまた戻してもらっていいですか、はい、というわけでいきましょうか、ねトカゲさんがタグを逆にやられましたまあまあ私の狙いはねそうじゃないんでね、はい、私の狙いはぶっ刺しです、これでいこうかな、手前アームを刺す、オッケー刺さった、これですこれです、これで奥アームと左アームが3本でかいようにして、これさっきと同じで、ここから遅延が起こる、さてきた、はい、2度目なんでね、これ確実にね、あの確率ではないですね、はい、というわけでとりあえず2個ゲット、はい、よかったよかった、というわけでこれいきましょう、もう一回、悔しいなこいつね、あのロック足らない理由結構細かい話するとね、これに今刺さった時にこう景品がこうなるんですよね、であのぶっ刺しロックっていうのは刺したテコの原理でね、あのロックがかかるんで、こっちのアームをね刺すじゃないですか、刺した場合景品がこうならないといけないですよね、あのアームが刺さった時に景品が持ち上がった時にこうならないといけない、こうなった時にあのこの爪 あのテコの原理でロックがかかるんですけど、あの上がっていく時にこのまま上がってるんですよ、でこのままストンなんでやっぱ落ちちゃうっていう形なんですね、っていうのをねちょっと踏まえながら見ていただくと分かりやすいかと思います、いきます、なのでねイメージとしては持ち上がった時に景品がこうなってほしいですよね、はい、でならなかったら抜けるというあの判断ができます、はい、もう一回いきます、右アームをさあ来い、うん、完全に刺さってません、先ほど言ったやつですね、この向きですね、で このままでしょ、ということはこれ多分抜けます、うわー
こいつなんだこれっていうね、やっぱああいう感じでやっぱ録画かからなかったね、はい、というわけであと何本かな、こいつちょっとむずいな、これ平行移動でタグ分けいきましょうか、ちょっともう一回すいませんスタッフさん呼ぼうことります、あと400円ぐらいかな、うん、あと400円ぐらいです、500円ですね、はい、というわけですいません、スタッフさん呼んでいきます、いない、いないね、あおった、階段から降りてきた、まあいいか、この方でかな階段から降りた、どれだっけ、あ、これか、すいません、これちょっと平行移動手前にお願いします、手前ですね、でこれもう一回入れてもらいますか、あ、すいません、これもう一回トカゲお願いします、というわけで行きましょう、この子ね、タグがむずいな、おはようございます、むずいね、これね、狙いとしてはちょっとアップするとね、ここですね、ここのグレーの白ラベルとお尻のとこでストップしてパスなんですけど、めちゃめちゃむずいんですけど、一回行きます、で、これなぜむずいかというと、ね、景品に当たっちゃうんですよね、なので景品に当たっちゃった瞬間にアームがずれるんですよね、今のずれて、なのでやっぱそうなるとかなり難しい、というわけでどうしようかな、ね、これね、わかります、横から見るとあの、ね、景品のこの隙間が景品の真ん中より下側にあるでしょう、ということは仰向けを向いている方が爪が刺さりやすいんです、言ったらこの景品からここからの距離が長いんでアームが届かないですよね、なのでこの形でいくと刺し方としてはちょっとむずいんですよね、ただこれタグむずいな、まあ、一番いいのはね、このタグをね左アームで弾いてこのシールドに乗せることですね、ただそれができないかなこれな、うん、というわけでぶっ刺そうかな、これもう一回、先ほどねぶっ刺しが緩いよって自分で説明してるんですが、もう一回ぶっ刺します、さてどうだ、いけるかなこれで、いきます、さて刺さってくれ、お、これはいいんじゃない、結構狭いぞこの隙間、あー、あかん抜ける、先ほど言ったら斜めになってますね、さて最後はぶん投げろ、おー、うわー、めっちゃぶっ飛ぶけどもうちょっとっすね、はい、というわけですいません、ちょっとこっちのティッシュカバー行きましょうまあ一応コスト制限2個なんでね、はい、これ今1個をゲットしますけどね、あと300円、はい、うわー悔しいなあれね、どうにかして1個行きたいな、というわけでこれも先ほどと同じようにね、手前アームを刺します、手前アームを隙間に、さあどうだ、あーっと狙いが悪かった、この隙間ね結構 ね先ほど出たように動くな、 OKOK、 あのねこの周りのこの縫い目の縁、これが結構ねややこしいんですよね、うん、まあこれで説明すると、これがあるじゃないですか、これがあるとねちょっと見えにくいか見えへんな、ごめんなさい、ちょっと片手なんでね、よいしょ、あかん見えへんわすいません、この縁にねどうしてもね引っかかっちゃうっていうのがあるので、ね、ごめんなさい、ちょっと説明しようと思ったんですけど手が足りませんでした、というわけで今度もう一回手前アームさせておきます、さあどうだ、 OK 刺さった、さてこれ全くほぼ同じなんでいいんじゃないかな、ただ頭の向きは逆ですね、さっきと、あ、いたこの3本で、あ、これさて頑張れ、あ、来たオッケーオッケー、というわけで完全に設定ミスってますね、はい、ゲットです、というわけで今ねちょうどなんか茶色いもばっかゲットしちゃいました、というわけでどうしましたか、トカゲをね、あとこれ多分ね設定変えられる前にねちょっと白熊も狙えます、はい、多分もうあのかなりの確率でペイアウト率がね悪くなって、あ、そうだ、あ、すいません、ちょっとスタッフ、違うスタッフさんを呼びました、白熊ですね、あ、すみません、白クマお願いします、白クマ貸してもらって、すみません、待たせました、これ、戻してもらっていいですか、はい、一応あと今あと次で3000円ですね、一応ね、先ほどぶっ飛んだペンギン戻してもらいました、ますというわけでね、これもね最後手前アームをねぶっ刺して終わりましょう、コース制限マックスまでね、いきます、設定変える前に、さあどうでしょう、あーっとなんか今、あ、
奥アームがディスプレイに当たりよったな。はいはいはい。ちょっとあのね、ちょっと小銭があるんでね、それでプレイします。すみません。ちょっとまあ俗に言う延長ですね。はい、このままね、すみません。あのパンを 4つゲットしようと思います。すみません。3100円目ですね、これで。奥アームが今ディスプレイに当たったのどうしよう。ややこしいな。さあどうでしょう。オッケー、同じ同じ同じ。ということはいけるんじゃない、これも。またちょっと刺したポジションが手、あ、お、お、どうだどうだどうだ。さてここから、ごめん、運んだはい、というわけでね、まさかの乱獲しちゃいました。というわけで、あ、こっちから、はい、というわけで終わろうと思います。痛い。あ、これもね、これちょっとまた次の動画でね、ちょっとリベンジしようかと思います。というわけでね、終わります。ここでかな、はい、というわけでお疲れ様です。ちょっとね、なかなかいいんじゃないですか。あ、パン4つかな、パン4つねゲットできましたから、今回良かったです、なかなかね。なのでもしよかったらね、皆さんもね真似してみてください。というわけでお疲れ様です。